呆れますね。これでなぜ合理的に後付け理財局は何だったんですかね。あの反省はどこに行ったんですかね。検討の過程、それを作らなかったら公文書管理法に違反じゃないですか。前回の質疑で赤木訴訟の認諾にあたり、認諾した損害賠償請求額が妥当かどうか、その際、検討した、文書が作られていないのかというふうに、尋ねたところ、金額について文書で協議したかと言われると、おそらくそういうことはなかった、おそらくそういうことはなかったという答弁でした。おそらくそういうことはなかったというのは曖昧なので、協議の時の文書は、作ってないということでいいのかどうか。財務省角田理財局長。認諾に際して財務省が作成して法務省に協議した資料は第4準備書面以外にないことは先日答弁したとおりでございます。読んでみましてもですね、金額が妥当なのかどうなのかというのは、裁判上は、出てきておりません。国賠法上の責任を認めるのが相当との結論に至った。責任を認めるのが相当ということは書いてますけども、責任を認めた上で金額がどうしてこの金額が妥当なのかということはこの書面上は出てきてないということはですね、法務省とは一方で協議はされている、金額については協議をされているというのが前回の答弁だったわけで、金額についてはこの文書以外で協議をされているわけだと思うんですよ。その協議はどのように行ったのか。この配布していただいた資料の下の方の段落ですけれども、決裁文書の改ざんという重大な声を介在している本事案の性質などに鑑み認諾するというのは、これは金額について妥当だという判断をしている部分でございますあのね、結論を聞いてるんじゃなくて、その金額が妥当だと判断した理由についてはどこにも書いてませんよということを言ってるわけです。なぜ1億700万円が妥当なのかというのはこの文書上はどこにも出てきてない。別に法務省と協議をした際に文書があるんじゃないか、金額についてですよ、あるのかのか。その金額の妥当性についての説明が問題になった時のために、このように明示的に本件事案の特性に鑑み妥当と判断したんですということをご説明しようということをこの文書でセットしたと。これだけで説明責任は果たされるというふうに考えているということですか。これだけで法務省に金額の相談をするのに十分だったというふうに財務省としては考えているということなんですか。とてもこれで1億700万円税金から払うことを説明するのに十分とは思えないんですよね。どのような協議をしてきたかということは、それらの国の訴訟方針が推進されるなど、今後の訴訟活動の影響を及ぼす予想がありますので、お答えを差し控えたいと思います、はい。突如として認諾されているわけだから、ね、認諾した場合の金額の妥当性については、それ以前の書面なんかに出てくるわけないじゃないですか。私が問題にしているのは、認諾する際のですね、金額が妥当だったということを、これ、法務省と協議をしたのであれば、当然文書はあるはずじゃないですか。その仮にね、協議の時に使わないとしてもね、さすがにこれだけで1億700万円払えるかって話ですよ。向こうの請求額が妥当だということは法務省に示したかどうかは別としてね、内部でも検討する、検討した過程を文書にする、これを作れというのが前回お示しした皆さんが受けているコンプライアンス研修に基づく正しい公文書作成のあり方なんじゃないですか。なぜそういう文書が一切ないんですか。ないんですか。個別の論点についてどのような検討して、あるいは資料を作成したかしなかったということについて申し上げることは、今後の訴訟活動に影響を及ぼすので差し控えたいと思います。あのね、今後の訴訟活動に なぜ支障をきたすんですか。なぜ作成したかどうかすら言えないんですか。意味がわからないですね。公文書作成のルールがあるわけでしょ。皆さんはコンプライアンス研修してるわけでしょ。それに従って文書を作ってるんであれば、ちゃんとこの金額妥当かどうかについては検討した過程文書に残ってるでしょ。いいですか。意思決定過程や事務事業の実績を合理的に後付け検証することができる文書を作るというふうに研修資料にあるじゃないですか。その文書を作ってるかどうか、作ってるんだったらこちらに出してくださいということを言ってるわけですよ。訴訟の理由は、訴訟に不足の支障を生じるなんていう理由は全く成り立たないですよ。公文書管理の問題を言ってるわけですから。財務省としては当該事務所名を持って財務省における意思決定過程や事務事業の実績を合理的に後付けていると考えておるところでございます。
呆れますね。これでなぜ合理的に後付け検証することはできるんですか。そもそも1億700万円妥当じゃないという見方もこの委員会で示されているわけですよ。国民の代表からなる国会の場でね、そういう疑問が呈せられているわけですよ。で、皆さんはこの書面だけで妥当だということを言うわけですか。おかしいでしょ。その1億700万円一般的な相場からすると不当に高いのではないかという疑問が呈せられているんだけれども、それに対する反論はこれ以外ないってことですか。私どもは妥当だと判断しているところでございます。ちょっと法務大臣、とんでもないと思うんですよね。こういう国が裁判の当事者になって争わないでお金をそのまま払ってしまう。払うのであればその金額は妥当なのかどうか、国民の税金を払うわけですから、ちゃんと後で検証できるように文書を作らなくちゃいけない。これ当然のことだと思うんですよ。法務省としても相談を受けたのであれば、そういうことを財務省にも求めると思うんですね。なんで1億700万円でこれ認諾するんですかと、その根拠はどうなってるんですかということを相談受ければ当然そういうことを求めると思うんですが、法務省もそういうことはやらないんですか。古川法務大臣。この裁判所に提出をしました被告国第4準備書面以外のこの財務省との協議に関わる文書作成の有無につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。肝心のところを差し控えられても困るんですけれども、これあったかなかったかということも答えられないんですか。これ普通あるでしょう。じゃなければ協議を求められた法務省としてもまともにアドバイスできないじゃないですか。当たり前ですよね。これまた隠蔽とかですねいう話になってしまうととんでもないですよね。理財局長また隠蔽ということになったらとんでもないですよ。まず理財局長に聞く前に法務大臣にもう一回聞きます。そういう金額の妥当性について相談を受ける際に文書はあったのかなかったのか控えさせていただきます。訴訟に関する文書であるのはこれは当然だと思うんですが、一方でこの我々は国政調査権を持ってて、当然税金の使い方が妥当かどうかチェックする使命を持ってるわけです。でそれに基づいて金額が妥当なのかどうか、妥当だとするのであればそれを合理的に説明する文書は当然あるでしょうということを言ってるわけで、その文書は訴訟追考に関係なく出せるでしょうと言ってます。出していただけないでしょうか。古川法務大臣。裁判所に提出しました被告国第4準備書面以外の財務省との協議に関わる文書作成の有無は、公開の法廷に現れていない国内部における検討過程に関するものでございます。当事者とする訴訟、国を当事者とする訴訟における法務大臣はですね、国を代表する立場とされておりまして、そのような立場で関係省庁との間でいかなる協議が行われ、その協議に関わる文書作成の有無などといった公開の法廷に現れていない事柄の詳細をつまびらかにすれば、関係省庁との間の信頼関係が害され、今後提訴されうる訴訟において関係省庁との率直な意見交換が困難になるなど、将来における国の訴訟活動にも影響を及ぼしかねません。で、ご質問についてはお答えを差し控えさせていただきます。法務大臣、それはね、一般論としては正しいことなんだと思うんです。ただここで問題になっているのは、財務省理財局が文書を作っているかどうか。彼らはずっと嘘ついたんですよ。私も聞きました。交渉記録、森友学園との交渉記録あるだろうと、当然将来損害賠償の請求のリスクがあるんだから文書あるだろうと、ずっと当時の理財局長にも尋ねたんですね。ところが国会の中でも外でもないないって言い張ってたんですよ。ところが実際あった、改ざんまでしてた。こういう人たちですよ。だからこそ信用できないから法務大臣に聞かざるを得ないんですよ。法の支配を貫徹する、そして国民に対して説明責任を果たすということが全く財務省が怠ってきたし、また今もここで虚偽答弁している疑いも出ていると私は思っています。そこで法務大臣には一般論を超えてですね、こういう大事な問題について金額の妥当性、この文書は絶対にあるはずだと思うんですが、お答えを差し控えさせていただきます。これとんでもないですね。理財局は何だったんですかね。あの反省はどこに行ったんですかね。まず文書を作ったかどうかも明らかにできないって、普通にこのコンプライアンス守ってたら作ったと胸を張って言えるはずじゃないですか。守ってない可能性もあるというふうに受け止めていいですか。理財局長、繰り返しになりますけど全く納得できないんですよね。これだけでね、1億700万円認諾するんですかとね。裁判所に出すのはこういう記述になるのは私も弁護士だから分かりますよ。結論だけ出すというのは分かるんだけれども、でも内部で検討するときにね、
1億700万円の根拠はちゃんと残しているでしょう、検討の過程。それを作らなかったら公文書管理法に違反じゃないですか。作ってないと言い切れますか。作ってなくてそれで公文書管理法違反ではないと言い切れますか。角田理財局長。訴訟のプロセスの中ではですね、まさにその金額について争うかどうかということもあるわけですよね。ですからいろんなプロセスの中でいろんなことを考えたりもちろんするんですが、それを一つ一つをですね、全部開示していくというものではないと思っておりますので、私どもとしては作成の有無を含めて今後の訴訟に影響があるので答えを差し控えさせていただいているということでございます。志名君、ちょっとご静粛にお願いいたします。答弁が変わりました、ね、さっきまでは第四準備書面しかないと言い切ってましたよね。で今訴訟のプロセスの中でいろんなものは作ってるけど開示できないと、作ってる可能性があっても開示できないという話になりましたよ、ね、認諾の金額については第四準備書面しかないとさっき言ってましたよね。そうじゃないということですね。先ほど認諾に際して財務省が作成して法務省に協議した資料は第4準備書面以外にないことは先日答弁したとおりであると申し上げました。これはそのとおりでございます。志名君、その後ね、聞いたのは協議に使ったかどうかともかく財務省の内部で作ったんじゃないですかということを言ったわけですよ。それについてもないって言いませんでしたか。角田理財局長、そのような点についてその作成したしないということをつまびらかにすることは今後の訴訟に影響を与えるので差し控えさせていただきますということを申し上げたと思います。志名君、これ結局ね、作った可能性はあるということですよね。作った可能性はあるということですよね。これ大事な話ですよ。これ1億700万円本当に妥当な金額だったらその根拠を示せばいい。それもし妥当でない金額で認諾したということなら、これはまた訴訟を途中で終わらせて真相を隠蔽するために1億700万、不当だけれども不当に高いけれども認諾したということで、これも大問題。これ早急に検討した時の文書出してくださいよ。でこの間も言ったけど絶対これあるはずです、あるはずですから出してください。改めて理事会での協議を求めます、ただいまの件につきましては理事会にて協議いたします、はい、質疑時間終わりましたので終了します。